ただきます。ジューシーで柔らかい、すごく柔らかく焼けてますね。とこのタレは真似できない美味しさなんで、まあ、和牛ステーキにはね特に相性がいいと思います。黒毛和牛ステーキも大成功 V。 はい、ふくふくマンです。今日はですね、まあ、食材ここに並べてみましたけれども、昔ね、和牛のステーキ屋さんにいたことがありましてね、25年ぐらい前だったんですけども、よくステーキも焼きましたけれども、まあ、そこで、ワインをね抜いてお客様にサービスしたりもしてました、まあ、その辺を思い出しながらね、でそこのお店のねステーキソースがめちゃくちゃ美味しかったんで、今日はその秘伝のソースを伝授しますんで、ぜひ最後までご覧くださいませ。今日はね、それで、美味しそうな黒毛和牛のサーロインが手に入りましたんでね、まあ、簡単なんですよね。玉ねぎとニンニクと、まあ、ビネガーと、あとオリーブオイル、今日はね、あとこちら、甜麺醤を使っていきますね。これをガーッと混ぜてステーキソースにすると、めちゃくちゃ美味しいステーキソースができますんで、まあ、こちらをぜひ覚えてみてください。で、焼き方もね、今日はね、まあ、常識的な焼き方をパッと伝授します。ステーキもね、焼き加減次第で味が随分変わってきますからね、その辺も焼き方とかも重要でございますんで、まあ、よく見てください。今ね、3時間ぐらい常温にしておきました。ある程度、もう本当はね、30度ぐらいまでね、このお肉の温度を上げといて焼くととっても美味しいステーキが焼けるんですよね。今ちょっと常温に戻してますんでね、まあ、これから先にステーキソースを作っていって、その後焼きに入っていきます。さあ行ってみましょう。はい、今日の主役の材料がこちらの黒毛和牛のサーロインですね。ステーキ用のお肉を買ってきましたよ。お肉の下処理に入りますね。美味しい肉はね、塩コショウだけで食べるのもいいんですけれども、今日はね、すごくいいタイムとローズマリーが手に入りましたんで、まあ、ローストビーフなんかね、結構タイムとかね、セージとか使ってまぶしてね、それで焼き上げるもんなんでね。牛肉とね、ハーブとっても合いますんでね、こちらを使ってちょっとマリネしていきますね。まあ、ニンニクスライスね。ちょっとみじん切りっていうかスライスね、オニスラとニンニクでマリネして、茎のところね、硬いんでね、ローズマリーは。この辺の柔らかいところだけ使っていきますね。こうか。こっちがタイムね。こっちがローズマリー。みじん切りにしていきます。いい香りが立ってますね。ハーブ僕大好きなんですよね。まずは塩コショウしてね、ちょっとハーブと塩加減もね、塩でコショウ、ハーブを少しまぶしてあげて、ここにオニオンスライス、ニンニクスライスとオニオンスライスをね、こういう感じで乗っ
つけてパタンと、はい、こっちも塩、そこにオリーブオイルをちょっと垂らしてね、で30分ほどマリネしてから焼いていきます。はい、それではステーキのソースを作っていきますよ。ステーキソースを伝授しますんでね、ぜひ最後までご覧くださいませ。材料はこんな感じですね。このソースはね、牛肉全般的に合うんで覚えておくととっても役に立ちますよ。ドレッシングにもなりますしね、特にローストビーフにね最高に相性いいソースなんで、和風なんですけどもね、基本はフレンチドレッシングにお醤油を入れる感じなんですよね。まずは玉ねぎの皮むきですね。ひょーんと芯を取っちゃいますね。皮むきね、こうやってね、いっぱいやりましたよ。毎日毎日、この修行時代はね、毎日玉ねぎ皮むきばっかりやってましたね。じゃがいもむきやったり、りんごむきやったり、毎日こんなことやってましたね。まあこれがね、だんいい勉強になって、で、美味しいお料理がだんだん作れるようになっていくんですよ。まあ修行始めたばっかりの人は玉ねぎ皮むきっていうのが待ってますんでね、まあぜひ頑張ってやってみてください。今日はこれ玉ねぎね半分、まあざく切りでね、今日はフードプロセッサーに入れちゃいますね。ニンニクもざくっと切って一かけね入れちゃいます。バージンオリーブオイルか、これ、まあ、香りがいいんでね、 80cc。 ここにバルサミコ酢、まあビネガーだったら何でもいいかと思いますよ。 60cc 入れます。これを塩ちょっと入れてぐーっと混ぜるとね、フレンチドレッシングになるんだけどね、今日はバルサミコなんで赤色になっちゃうんですよ。これでホワイトビネガー入れると普通のフレンチドレッシングですね。お醤油がね 40cc 入ります。今日はね特別公開ということでね、こちらの甜麺醤、これがねとっても美味しいんですよね。これ入れるとねステーキソース最高に美味しくなりますよ。隠し味の甜麺醤を入れていきます。まあこのぐらいですね、大さじ1杯ぐらいですよ。あとね、いろんなバージョンがあってね、すだち入れて香りを高めていくバージョンがあったりとか、赤ワイン煮詰めてね入れていくこともありますよ。で、玉ねぎをもうちょっと多く入れてオニオンがねすごく効いたバージョンとかね、いろんなバージョンがありますんでね、まあ基本はこんな感じで、まあイメージとしてはフレンチドレッシングにお醤油入れてね、それで和風にしていく、そこにいろんなものを加えて美味しくしていくっていうのが、この秘伝のタレ、秘伝のドレッシング、秘伝のステーキソースの作り方になります。はい、最後に塩コショウで味を整えますね。はい、それでは回していきます。で、一回開けて
で、もうちょっとね、もったりさせたいなーって時は、玉ねぎ多めに入れるとね、もったりしたステーキソースになりますね。はい、完成。まあ簡単なんですけどね、まあ何を入れるかでね、多少味わいが変わってきてね。はい、ソースの完成です。はい、こちらがタークのフライパンですね。ドイツ製なんですけれども、まあ、こちらの鉄板をね、職人さんが叩いて、1枚の鉄板から叩き出して作ったフライパンでね、油が馴染んでステーキ焼くときにはとっても非常に相性がいいので、今日はこちらで焼いていきますね。もうちょっとね、大きいやつ僕持ってたんですけどね、震災の時、まああの騒ぎで1個なくしちゃったんですけど、こちらの小さい方で今日焼いていきます。はい、それでは焼いていきます。かなりね、強火でいきますよ。おー、ハーブのいい香りがしてますね。表面をじっくりと焼いていきますね。じっくりと火を入れていきます。この作業が大切ですね。鉄板のね、厚さによってこの作業の時に、まあ、布巾を当てて逆に冷ましたりしなきゃいけないこともありますしね。昔は5ミリぐらいの銅のフライパンでやってたんでね、もう表面がカリッとしてじわーっと中に火が通るようなことができました。まあタークもね、結構鉄板熱いんでね、すごく美味しく焼けると思います。まあ大きいお肉ほどね、周りはこんがりとしてじっくり休ませて火をじっくり通していくっていうのが大切ですね。こうやってちょっと押してみてね、どのぐらいの火が入ったかっていうのもちょっと確かめながら押すとね、大体わかるんですよ、ミディアムレアか。ここでね、押した時に大体この弾力でレアなのかミディアムなのかがわかるんですよね。これ経験しないとわかんないもんですけども、まあこうやって押してみてください。この状態は火がまだ若干通ってないんで、もうちょっと通してますね。で、これ以上硬くなるともうダメですね。もう瞬間的、中が58度ぐらいなった瞬間に取り出します。はい、このぐらいでしょうかね。さあ、いい感じで焼けたと思いますよ。はい、焼き上がりました。和牛のサーロインですね。はい、ここにちょっと黒胡椒をさらにかけていきます。引き立てが美味しいんでね。はい。はい、それではいただきます。牛年にちなんだお牛さん和牛のステーキにしてみました。まあね、まずね、この辺の断面を切ってみましょう。お肉は断面こんな感じですね。うっすらピンクで、でね、こう少しね、柔らかくてね、ちょうどいい感じで火が入ってますね。それではまずはこのまま塩コショウハーブ焼きのままいただきます。ジューシーで柔らかい。
うん、すごく柔らかく焼けてますね。で、ハーブの香り、胡椒の香り、ニンニクの香り、本当に美味しく焼けてますよ。でね、表面がねカリッとしてる割には中がジューシー。うん、おお、最高に美味しいステーキです。絶妙な焼き加減なんですね。はい、次にこの秘伝のタレをかけて食べてみますよ。玉ねぎのねピリッとした味とビネガーとすごく甜麺醤のね複雑な味がね爽やかにしてくれてますね。とこのタレは真似できない美味しさなんで、まあ、和牛ステーキにはね特に相性がいいと思います。縁のステーキダレ、まあ、和牛を食べるときもいいんですけれども、サラダにもいけますし、まあ、いろんなものにね、相性が抜群のタレでございますんで、ぜひ作ってみてください。今日の黒毛和牛ステーキも大成功！ブイ！もうとっても美味しいです。牛年もいいことあるよ。